国際協力機構の委託により当社が実施したエチオピアにおける農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェクト ICIP についてご紹介します。エチオピアはアフリカ大陸で2番目に人口の多い国です。約1億1000万人が暮らしています。農業はエチオピアの基幹産業で GDP の約 40% を農業が占めています。また労働人口の 80% 以上が農業に従事しています。一方エチオピアは世界でも最も干ばつが発生しやすい国の一つです。電水農業に頼っている農村では干ばつは農家の生計に甚大な影響を及ぼし、エチオピア全体に深刻な食糧不足を引き起こします。そのため農家は干ばつによる被害に対応しなければなりませんが、対応は困難を極めます。このような喫緊の課題に対して、農村社会の災害リスクに対するレジリエンスを向上していく必要があります。また農業技術の遅れや農業機械導入の難しさも農家の生計に大きな影響を及ぼしています。農業・農村を取り巻くこうした状況により、エチオピア政府はインデックス型農業保険を促進する技術協力プロジェクトを日本政府に要請しました。エチオピア国農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェクト ICIP は2019年から2024年の5年間にわたり実施されました。プロジェクトの主な対象地域はエチオピアの中部に位置するオロミア州です。プロジェクトでは農業保険のみを単体で販売促進するのではなく、保険普及活動と営農技術を抱き合わせたレジリエンス強化パッケージレップスの普及を促進しています。レジリエンス強化パッケージレップスの基本的な考え方はリスクコントロールとリスクファイナンスの2つに分かれています。プロジェクトでは農業技術の改善等により災害による損失を軽減させるリスクコントロールと、発生した損害を金銭的に補填するためのリスクファイナンスの手段としてインデックス型農業保険を導入しました。この2つをパッケージとして普及することで農村のレジリエンスを高めることに重点を置いています。プロジェクトではこのレジリエンス強化パッケージレップスを130の村に普及しました。オロミア州の農家の被保険者数が増加し、全国的にもインデックス型農業保険が広まっています。インデックス型農業保険は資産や投資の損失に対してあらかじめ決められたインデックスに基づいて保険金が支払われる点で革新的なアプローチです。被害後の損失を現場で評価する必要がある従来型の保険よりも損失額に応じた適切な保険金がいち早く支払われます。プロジェクトでは衛星からの植生データを利用し、干ばつと降雨不足に対応する保険商品を開発しました。保険商品はエチオピアの保険会社や民間会社とともに開発し、複数の販売チャンネルから提供されています。オロミア保険会社はインデックス型農業保険を開発販売しています。同様にキフィアファイナンシャルテクノロジーは被保険者である農家の情報管理や植生指標データ保険金計算等のサービスを保険会社に提供しています。プロジェクトには政府機関と民間企業の双方が保険商品の改良と普及に参加し、インデックス型農業保険の普及を通した持続的な普及システムの確立に重要な役割を果たしています。プロジェクトが対象とした各村では農業普及員が幅広い活動を行っています。インデックス型農業保険の普及においてこれらの農業普及員は重要な役割を担います。加えて民間セクターのネットワークも活用し、インデックス型農業保険が将来にわたって持続的に農家へ普及される体制構築を行っています。三友コンサルタンツはこのプロジェクトを通して官民両セクターの制度的な能力向上を支援し、農村のレジリエンス強化に貢献しています。